はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、テケテケです。はい、今回のメンテで、この UR 検定ちゃんが二次化したところですが、はい、二次化したことで、味方の主力につけられる七星の攻撃力とクリ率がより上がるということで注目されていましたが、まあ残念ながら、検定ちゃんのスキル1の七星付与に関しては、主力1体だけということで、まあダッキーや小キビみたいな感じで、劉備と主力みたいな2体に対してバフをつけてあげることで、まあ、バフの重ねがけによる火力の大幅アップみたいなことは、できないキャラクターということで確定してしまいましたが、まあ、ただ検定ちゃんに関しては、一部副将と組むことでそれをもってもあまりあるぐらいの火力アップを作ることができるということで、まあ、かなり可能性があるキャラクターだなっていうことで、はい、今回このケンテイちゃんですね、検証サーバーで1体、課金挑戦編で1体、廃課金編で1体と3つのサーバーで登用済みで、まあ、動画出してる身としてはこの子の研究はいろんな環境でやっておかなきゃなと思わされるような、はい、性能のキャラクターになっていて、はい、でそんな中で今回検証したいのが、はい、このケンテイちゃんと、はい、超光明ですね、この2人を組み合わせた場合の実際のクリティカルの発動頻度についてデータを取っていきたいと思ってます。はい、この超光明ちゃんに関しては、はい、スキル1で味方に祝福をつけて攻撃力と会心率を 50% 増加させることができて、はい、でこの検定2次に関しては七星を4ターンつけて会心率と攻撃力を 15%×7 星の単数増加ということで、まあ、4×15 で 60% も会心率を上げることができて、まあ、一般戦闘やボス戦なんていうのは敵の方がだいぶレベルが高くなってしまって、まあ、それによってレベル差が発生してレベル差補正で本来ほとんどクリティカルが出なくなってしまうんですね。はい、これ以前にも調べたことがあったんですが、はい、その時の調査ではこんな感じで、はい、見てもらうと主力の会心率 75% でもレベル差25もついたら100回中1回も会心が出ないと、はい、いうようなことが起きてしまい、でそこに超光明を足したとしても、まあ、46% と、はい、いまいち振るわない結果となってしまうということで、まあ、戦役やボスにおける確定クリティカルに関しては、まあ、やはり狂乱キャラクターや確定クリティカル持ちキャラクターに頼るのしかないのかなっていうようなところが現状だったんですが、今回この検定ちゃんを入れることでもしかしたらレベル差がある戦役やボスの相手に対しても確定クリティカルまたはそれに近い挙動を作ることができるんじゃないかなと。でもし作ることができたら今まで戦役やボスでは諦めるしかなかったキャラクターたちが返り咲く可能性が上がるということで、はい、今回は超光明×検定を使って主力の会心率を上げた場合に、はい、どのぐらい実際にクリティカルが出るのかっていうところを調査していきたいと思います。はい、ということで今回は無課金サーバーの露伴編ですね。まあ露伴を主力に使っているサーバーが1個あって、はい、このサーバーに関しては完全に無課金でプレイしているんですが、このサバで検定を投与して会心率の調査を行っていきたいと思います。はい、まあ、というのもこのロハンっていうキャラクターと今回の検定ですね、めちゃくちゃ相性がいいんですね。はい、何がそんなに相性がいいかっていうと、このロハンっていうキャラクターに関してはスキル1で自力で蓄力になることができるので、戦役なんかでダッキーを必要としておらず、はい、蓄力枠が1箇所開くんですね。でしかもスキル1敵4名にしっかり箱をばらまき切ることもできてしまうので、箱キャラクターも必要ないということで、はい、あと撃砕キャラ、風波キャラ、奮起キャラぐらいしか必要としておらず、とりあえず前衛においては今私のサバではこんな感じでカッシウスをロハンの手前に入れて、まあ、撃砕と箱をしっかりばらまいた状態で、で応援で、まあ、3名にしか奮起つけれない細分機を出してさらにロハンを強化して殴っていくというような殴り方をしてるんですね。はい、このカッシウスのポジションに今回検定を入れることでロハンに対して七星をつけてクリ率を上げながら攻撃力も 1.6 倍にして、でその上で超光明の祝福と重ねてつければ、はい、このスキルになんか今クリティカル出ない場面ありましたが、そこでクリティカルが出るようになると、はい、そうすればより敵を殲滅しやすくなりますね。でさらに今敵3体スキル2で倒したことでロハンの、はい、バフ見てもらうとバフの単数が延長されるんですね。で七星っていうバフに関してはターンを延長させることで攻撃力も上がっていくので、スキル2で敵を撃殺しながら同時に火力もアップしていくというような相乗効果があったり、はい、あとスキル1の方に関してもロハン今祝福がついて 50% クリ率上がってるんですが、やっぱりそれでもレベル差が今40ぐらいあるとこんな感じでクリティカルが出ない場面があって、クリティカルが出ないと撃殺できないので、ロハンスキル1で敵を撃殺すると追加でもう1回スキル1を発動できるっていう機能があるので、なるべくスキル1から敵を撃殺しに行きたいんですね。で今見てもらったら分かるようにクリティカルが出た時はしっかり撃殺できるような相手なので、もし検定の七星をプラスして確定クリティカルが作れればスキル1から敵を撃殺して人数を減らすことで、まあ、例えばスキル
キル2を撃つタイミングで敵が4名残っていたらスキルに6発中4発最低でも命中させなきゃいけないんですが、まあ、つまり3分の2命中させなきゃいけないんですが、もしスキル1で敵を2体撃殺できていればスキル2で残り2体に対して6発殴れるので6回中2回だけ、まあ、つまり3分の1の攻撃のヒットで敵を殲滅できると、3分の2当てなきゃいけなかったのが3分の1だけで良くなるので命中に関しては2倍も効率が良くなるんですね。でさらにスキル1に関しても同様に4発中1回でも当ててそれがクリティカルであれば敵を撃殺できるようになるので4回攻撃だったのがスキル1の追加発動で、はい、ここでもスキル1の1回目の範囲攻撃でミスった相手に対してもう1回攻撃のチャンスが作ることができるということで、はい、2倍の命中効果があるということでスキル1スキル2合わせるとこれだけでも4倍の命中率を上げていることになると。でさらに単純に火力が上がったことで今まで敵1体倒すのに2発とか3発かかっていたのが一撃になるので、まあ、つまりそれだけミスれる回数も増えるという意味で、はい、4倍どころじゃなくてさらに命中的には楽になるんですね。はい、なんで、まあ、火力を上げて敵を撃殺できるようにするっていうことは命中をある程度上げ切った主力に対しては下手にそれ以上命中値を上げるより効果のある戦役対策になるんですね。はい、もう無課金編の露伴に関しては、はい、命中が上がる靴下なんかはもうレベル20マックスまで上げていて宝石の命中なんかもレベル13、服装備がレベル12で指輪がレベル13と、はい、もうだいぶ上げていて、はい、その状態で命中率 73.4%、 まあ命中パッシブがない露伴にしてはめちゃくちゃ頑張って上げてるんですが、まあ無課金でねこのリソースの割き方は贅沢すぎるなと、まあ、若干反省はしてますが、はい、これ以上頑張って宝石をレベルアップさせたとしても75%とか、まあ、76%、80% まで持っていくのは、まあ、無課金ではほぼほぼ無理かなと思っていて、であればもう火力を上げて敵を撃殺することで攻撃の機会が少なくても敵を殲滅できるようにした方が間接的に命中率を上げる行為になるのかなということで、はい、そういう経緯で今回この無課金露伴編にケンテイちゃんをお招きしようと考えました。まあただどれだけ火力を上げてもレベル差40近くなってくるとミスっていう障壁があって、これに関しては必中キャラクターを使う以外どうしようもないとこなんですよね。なんでやっぱりダッキー超高名コキビ劉備上杉謙信っていう、まあ、上杉謙信の狂乱化を利用した必中コンボを使った方が戦役は安定するのは間違いないんですが、まあ、そういう陣営でプレイしたくないっていう人も補助少女プレイヤーの中にはたくさんいることも知っているので、まあ、無課金編はそういうのもあって上杉謙信だったり当該を使った攻略はあえて行わずに無課金プレイしてるんですが、はい、今回この露伴編で超高名と検定の会心率アップの合わせ技でレベル差どのぐらいまで対応できるのかっていうところですね、はい、調査していきたいと思います。はい、ということで早速ガチャ回していきますか。はい、今回絵巻イベントがあったおかげで幸運券かなり溜まって、まあ、UR キャラからの UR アバキャラっていうのはかなり減法かかるんですが、まあ、普段よりは安く抑えられるのかなっていうところですが、まあ、無課金編なんでね1回1回の副賞投与にかかる減法の消費がめちゃくちゃシビアになってくるんで、まあ、課金編や廃課金編とは違った重圧がありますね。はい、ということでいきますか。ケンテちゃんまずは UR から10連でゴー。はい、として UR ケンテちゃん投与できたのでこのまま UR アバター戦ケンテちゃんガチャ回していきたいと思います。はい、で私もよくやり忘れちゃうんですが割引券がたくさんある場合に幸運券をゲットした場合にはここで一気に10連してしまってこの ×5 のところを2倍バフ乗せてしまうと2980元宝かかってしまうので、はい、割引券がたくさんある人は、はい、あえて1回ここで幸運券を外して割引券をしっかりアクティブにした状態で、はい、こういう風に安く確定絆枠まで回していって残り1回のところでまた幸運券をアクティブにして、はい、2倍バフをゲットしていくっていうような引き方をした方が安く絆集めることができるので、はい、これ忘れないようにしてください。はい、今回私すっかり忘れていて、まあ、多分ほとんどのプレイヤーの人は忘れてないと思うんですが、まあ、私の場合分析動画なんかでいつも副賞が並んだらすぐに大急ぎでガチャ回しに行くので幸運券が出たとしてももう10連で急いで回しに行く癖がついてしまっていて結構やり忘れちゃうんですね。はい、なんで今普通にへこんでます。はい、ということで気を取り直していきますか。はい、この確定枠でケンテちゃん投与ですね。ボイスがない。はい、ケンテちゃん4体目の今回投与なので2体目ぐらいで気づきましたがなぜか UR アバター戦のケンテちゃん投与ボイスがないんですよね。
はい、これせっかく投与した人がかわいそうなんで、運営さんこれは投与ボイスつけてあげた方がいいと思いますよ。はい、ということでガチャ引き終わって残金 84,510 元宝ということで、はい、今回限定ちゃんに使用した元宝はこんな感じですね。まあだいたい UR から UR アバだと8万元宝ぐらいかかるんで、まあこれでも少し割安になったのかなと。でまあ幸運券使う時のガチャの引き方失敗したので、そこちゃんとやってればもう4000元宝ぐらい安く引けたかなということで、いややっちゃってますね。はい、皆さんは気をつけましょう。はい、ということでケンテちゃん、はい、無課金編で登用することができました。このままこっち来ちゃうんですよね。まあ本来街中でこんな水着の子が歩いてるのはおかしいですが、まあケンテちゃんの場合ロリキャラってこともあって、まあ、どちらかっていうと、まあ、よくショッピングモールの外の施設なんかで床から大量に水が噴射されるような、まあちっちゃい子供が遊ぶスペースがあったりするんですが、まあそういうとこでまだ2歳とか3歳4歳ぐらいのちっちゃい子が裸になって走り回ってるみたいなね、まあコロナになる前なんかはよくありましたが、はい、どちらかっていうとそっちに近い感じで微笑ましく見ることができますね。はい、なんでもしこれで収益が外されたらそれは YouTube さんが悪い。はい、ということでケンテちゃん加わったので、はい、早速陣営に入れていきたいんですが、まずはケンテちゃんなしの時の火力見ていきますか。はい、始まりました。今回の陣営上杉謙信がいないので、こんな感じで首相でまず敵の攻撃を耐えてる間に、はい、祝福を首相にまたつけて、はい、敵の攻撃3発分首相で耐えるっていうやり方で陣営組んでます。はい、これで露伴のスキル1祝福はついてるんですが、はい、クリティカル出るか、はい、出ましたね。はい、4億9000万、はい、5億。で、出ない場合は1億7000万という形で、はい、こんな感じでクリティカルが出てくれれば、撃殺できて、スキル1、2回攻撃になるんですが、まあ 50% だけの増加だとやっぱり出ないことの方が多いですね。はい、ただ、敵人数2人にできたので、スキル2の6連撃に関しては、6発中2発当てれば、はい、こんな感じで撃殺できると10億ぐらい出てましたね。はい、ということで、まあ、露伴スキル2に関してはこのキャラクター自身のスキルによってクリ率が 50% 上がっているので、はい、祝福とセットでクリ率アップが図れるので、スキル2の方は割と簡単にクリティカルレベル差40ぐらいあっても出すことができるんですね。はい、なんで問題はスキル1で撃殺できるかどうかっていうことなんですが、はい、例えばこんな感じで敵を撃殺できたとしてもクリティカルが出ないと2発当てても敵を倒せないみたいな場面があったりして、ここで倒してるだけでスキル2の命中問題かなり改善するので、やっぱり当てた時にはスキル1倒せるような火力作っておきたいですよね。こんな感じで3体残ってしまって、しかも HP もたくさん残ってると、はい、露伴のスキルにかなり大変で、もうミスがほとんど許されないんですが、やっぱりレベル差あるとこれだけミスが出てしまうので、はい、今なんとか撃殺しきることができましたが、あと1回ミスってればもう6ターン目まで持ち越しになってしまうということで、まあ、だいぶきついんですよね。はい、正直今172ステージ、はい、ボス戦の今一番進んでるところまで表示してプレイしてますが、普段は164ステージぐらいで回してました。はい、ということでこの枠にケンテちゃん入れるとどうなるか。でカシウスは応援撃砕役っていうことで、はい、こんな感じのメンツでいきたいと思います。ケンテ入れてどれだけ安定するか見ていきましょう。はい、劉備のコブをつけて、ここでケンテが七星を露伴につけていきます。はい、それによって露伴のスキル1当たればもう撃殺できるような火力、あ、ただ今クリティカル出ませんでしたね。はい、ちょっと今回検証していきたい内容早速出てきましたが、はい、超高名と検定足してもクリティカル出ないことやっぱり出てきますね。レベル差40近くなってくると、はい、まあ、ただしっかり敵の人数スキル1の時点で減らせているので、めちゃくちゃ戦闘楽になりましたね。いや、これはありがたい。はい、検定のスキル1、あ、クリティカル出ませんでしたね。でミスったけど一発当てて、これが撃殺につながったので一気に、はい、また敵一体まで絞り込むことができたと。唯一当たった1回がクリティカルになったっていうのがでかくて、そこからクリティカルが2回続いて、今のでいうと4発中3発クリティカルが出たということで、はい、こんな感じでちょっと統計取っていきたいと思います。はい、これなんならボス戦突破できる可能性すらありますね。ちょっとやってみますか。はい、この無課金サバでは当該や上杉謙信を使っていないので、もう単純に火力で押し切ってボスを1体にした後、毒や火傷キャラクターなんかでさらに追い込んでいくというような戦術を使っていくので、はい、首相としては、はい、防止の大火流術でまずは敵を4体足止めにするところから始まりますね。はい、これがまず大変なんですが、3体足止めできましたね。はい、これだけでも結構いいですね。はい、七星がついて、はい、露伴のスキル2で敵の取り巻き結構撃殺できるんじゃないかなと思います。はい、いい感じに撃砕もばらまいてくれて、はい、ここで毒キャラクターも出てきてくれて、はい、この後露伴が雑魚キャラクターを取り巻き一掃してくれればめちゃくちゃいいですね。強っ待ってください、予想以上に強くてちょっと引いてます。あれ、これステージもっといけますね。うわ、いった。
6ターンでいった。はい、無課金で、しかも上杉謙信や当該に頼らない陣営で、ボスが1体のとこまでは割とボスハメなんかをしていけばいけるんですが、無課金でボス4体になると急激に難しくなるので、なかなか突破が難しくなっちゃうんですね。はい、なんですが、露伴があまりに高火力すぎて普通に火力で押し切っちゃいましたね。はい、ということでレベル40差ぐらい作れそうな気がしてきたので、ちょっとスキップ連打しますか。はい、その後何回か挑戦してみましたが、意外とその次の173ステージのとこで時間がかかってしまったので、はい、またボス挑戦は日々ポチポチやるとして、はい、今回はちょっとレベル差40は作れませんでしたが、まあ、ほぼ40ぐらいのレベル差でどのぐらいクリティカルが出るのかっていうのをまずは調査していって、でレベル40差が終わったら次はレベル35の差で、その次がレベル30の差みたいな感じでレベル差を近づけていって、どこら辺から確定クリティカルライクになるのか。はい、ということでまずは露伴の会心率を 80% にして、はい、ということでまずはレベル40差ですね。ちょっとレベル実際には38しか差がついてないんですが、ボス戦201まで進めなかったので、はい、その点ご容赦ください。はい、一発目全部ミスはい、ミスもあるんですよね。はい、まあこんな感じで攻撃100回分データ取っていこうと思います。はい、祝福ついて、はい、3発当たって全部クリティカルという感じで、はい、100発分とりあえず当てたいと思います。はい、100発目どうか。 OK、 はい、100発分データ取れました。はい、とりあえず会心率 80% でレベル差約40の敵相手の実際のクリティカル発動回数調査できました。はい、なんと意外な結果で100回中98回クリティカルで、ノーマル攻撃は2回だけでした。いや、もう結構これ普通にクリティカル狙いなら十分な発動率ですね。はい、ということで次レベル差35いきますか。あ、そっか、敵が1体だけになっちゃうんで、露伴のスキル11回しか見れないですね。はい、とりあえず1回クリティカルが出たと。これをあと100回分データ取る必要あるんですね。心折れそう。せめてオーホンみたいな連撃キャラクターで取れればいいんですが、オーホンの会心率 80% に持っていくのはきついしな。はい、これでやっていくしかないですね。はい、せめてもう4倍速で、あ、攻撃ミスるしねうわ、これ大変だ。2発目、はい、 OK、2発目クリティカル。はい、3発目クリティカル。はい、4回目 OK。 99。尺しんど。はい、レベル43に引き続きレベル35取り終えましたが、はい、データ取り始めてもう40分経ちますね。これ私今日死ぬやつですね。はい、ボスには分かりませんが、テケテケには文句なしのクリティカルダメージぶつけられてますね。やるか。はい、ということでデータ取り終えました。3時間ぐらいで終わりましたね。いや、途中からオーホン採用したのがマジでよかった。5、6時間覚悟してたんでマジで助かりました。はい、ということで、はい、今回計測したのは会心率 80% の副将、 70% の副将、 60% の副将、はい、それぞれで敵とのレベル差15、20、25、30、35で40調べたかったんですが、40差までボス進められなかったので38というところで、はい、ボスに挑戦したんですが、ボスステージでいうとこのステージ相手に挑んだ結果ですね、はい、100発攻撃をヒットさせて、その中で何回クリティカルが出たかっていうところを調査したんですが、はい、まずは会心率 80% の副将に超高名ちゃんの祝福会心率アップ 50% と、ケンテちゃんの七星 60% をプラスして各レベル差に挑んでみたところ、レベル38差で100回中98回クリティカルに成功して、で35でなぜかやや落ちてしまって95回だけの成功で、レベル差30で100回成功と。はい、まあここの差があまりレベル差ないので、はい、今回一応レベル38も取りましたが、まあ、35ぐらいから見てもらえればいいのかなと思います。はい、まあというのもこの170ステージまではボス1体なんですが、171ステージ以降はボス以外の取り巻きが3体追加されるので、まあ同じ攻撃をしていく中でもボスじゃなくて取り巻き相手に殴っていたりして、もしかしたら取り巻きの根基値が低かったりとかっていうような設定があるかもしれなくて、まあ、それによって、まあ、より取り巻きを殴る回数が多いこっちの計測値に関しては割とクリティカルが出やすくなってしまった可能性もあるってことで、まあ、ちょっと一般戦闘じゃなくてボス戦で今回計測したので、まあ、できればね一般戦闘で計測したかったんですが、そうするとスキップできないので回数こなすのにめちゃくちゃ時間がかかってしまうので、まあ、今回ボス戦で調査したっていうところがまず一つ注意点としてあるんですが、まあ、これに関しては一応数ヶ月前にボス戦と戦役で同じ
じような会心率の変化の中でレベル差つけて調査したことがあって、まあその時はレベル30差までしか見なかったんですが、まあこの時は超高名絡めてない計測結果なのでクリティカル全然出てませんが、基本的に大きな数値の差はなかったので、まあおそらくボス戦も戦役もそんなに値が変わらないんじゃないかっていうことで、まあ今回ボス戦であえて調査したんですが、まあちょっとここのレベル差38のところだけやや不自然な綺麗じゃないデータになっちゃいましたね。はい、ということでまあ35以下見てもらうとより見やすいかなってとこなんですが、はい、会心率 70% の副将に祝福七星つけたところ、レベル差35で89、レベル差30で91、レベル差25で100と、はい、で会心率 60% しか育てられなかった場合はレベル差35で78、30で80、25で92、20で95、レベル差15で100発100中クリティカルと、はい、いうような感じで、まあいい感じにだんだんになったかなと、はい、いうような結果となりました。まあ一応今回の検証では視力に対してバフをつけていくので、まあ会心率 60% ぐらいはいけるかなと。まあ最近始めたランゼロサバなんかのまだ思想だったり宝石なんかも全然つけられてない、育成タなんかも食べさせられてない東博ですら 60% いってるので、まあ主力育成してるキャラは 60% 以上はいくかなっていう意味で、まあしばらくプレイしていてアイテムなんかも持っていてガチ育成してるのであれば、まあこの 70% 80% あたり狙っていけるのかなっていうことで、はい、ここら辺の数値参考にしてもらって、まあ今回の検定ですね投用して果たして一般戦闘でしっかりクリティカルを安定発動してくれるかどうかっていうところですね。はい、その材料に使ってもらえれば嬉しいです。はい、ちなみに今3時間以上、はい、この最新ステージ173ステージで回してますが、はい、今のところ1回もミスりまくったりクリティカルがあまり出なくて勝率を落とすみたいなことはなく、敵に逃走されてしまうってことは、はい、この3時間では一度も起きてないので、はい、無課金ローハン編検定入れてしっかりクリティカル出して敵陣人数を早期から減らすことで命中の補助になったのかなと言えるのかなっていうところで、はい、今回マジで投与してよかったです。昨日まで164ステージで戦役回してましたからね、めちゃくちゃ伸びました。はい、ロハンとの相性抜群ですね。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。いやめちゃくちゃ大変な検証でしたが、まあ、少しでも参考になったって人はグッドボタンを押してもらえると嬉しいです。でまあこのケンテイちゃんのもうちょっと踏み込んだ検証に関してはすでにメンバー限定動画でアップしているので、まあ、さらに踏み込んでケンテイちゃんのことを調べたい人はこの動画の概要欄にあるメンバーシップの URL から覗きに来てくださいね。はい、それでは。おっす。